こんにちは。体のエダ10万円勝負です。今日は2022年の12月6日を1時間ほど過ぎてますけど、見ていきたいと思います。現在のエダコインの値段は 43.3 円ということで、はい、昨日44円近くまで行ってたんですけどね、はい、ちょっと下がって、またちょっと上がってきてくれてはいますけど、はい、ここでね、すごい下がってるということですね。はい、44円いかないな、これね。はい、4時間足に変えましたけど、こんな感じで、ね、ずっと横ばいなんですよね。はい、でこの平均線がね、ちょっとそろそろクロスしてくれるのかなという感じにはなってきてるんですけど、ここでもう一回ね、上に行ってくれないと、40円とかね、44.5円とかそこまで行ってくれないと完全には抜けないかなという感じですね。じゃあツイッター見ていきます。はい、トラさん、近日公開カルダノカレンダー by 改善クリプトですね。これがあれば、カルダノカレンダーのイベントを逃さずキャッチできるはずということで、はい、体で起こっているすべてのことについて、カルダノカレンダーはコミュニティによって資金提供され、改善クリプトによって構築されました。ツイッタースペース、NFT ドロップ、ライブイベント、カタリストの日付など見逃すことはありません。近日公開、フォローして最新情報をチェックしてくださいという感じですね。ここに、これ、5、10じゃないな、5日ごとじゃない、これステーキングとはまた違うんですね。まあ、とにかくいろんなイベントが、体の関連イベントが、ね、できるのがもうじき公開ということですね。はい、楽しみにしたいと思います。はい、サッカーキーバラーさんですね。カルダノとイーサ、それぞれのブロックチェーンの分散性を比較したツイートです。分散化は様々な要素が関わるため、厳密な比較は難しいですが、ここでは5つの指標を用いて比較しています。初期コインの分布、全体ステーキング率、ステーキング参加ウォレット数、ノード数、仲間と係数、中央集権からの脱却として活用されるパブリックチェーンにおいて、分散化はブロックチェーンの安全性、ひいては価値そのものに直接関わる重要な要素です。カルダノとイーサ、2つのプルーフ・オブ・ステーク・ブロックチェーンの分散性を暗号研究家のソーラージさんが分析しています。初期コインの分布、こちらに関しては両方のブロックチェーンが全体の 80% 以上を一般公開セールで配布しているので、どちらも十分に分散されているといいます。ではステーキングへの参加状況を示す全体ステーキング率とステーキング参加ウォレット数の2つの指標はどうでしょうか。流通している全トークンのうち何パーセントがステーキングに参加しているかを示す全体ステーキング率は、カルダノ 71%、イーサ 13% と大きな差があります。ステーキング参加ウォレットもカルダノ、1234810、イーサ88400とカルダノにイーサの14倍の参加数があります。この差は、ステーキングの仕組みの違いによるところが大きいと推測されています。プルーフ・オブ・ステークにおいてステーキング率はブロックチェーンの安全性を保つ選挙の投票率と同様です。この数字が非常に高いからというのは分散が進んでいるとチェーンと言えますと。で、次にバリデータの分散性を見ていきます。ノード数、カルダノのプール数は約3000、一方イーサでは高い分散性を示す数字としてバリデータの数が50万近くあるという情報が見受けられます。これは分散化を示す正しい性比較となっているのでしょうか。バリデータはブロックチェーンの取引が正しいかを検証するノートと定義されています。これはどのブロックチェーンにも当てはまる定義です。しかしイーサの場合はこの定義が少し違っているようです。イーサノードではアテスターというトランザクションの順序に同意するための仕組みを実行できます。テアスターもブロックチェーンの保護において重要な役割を持ちますが、ブロック生成せずトランザクションの検証も行いません。つまりアテスターはバリデータではありません。イーサノードは複数のアテスターを実行可能で、時には1ノートで1000のアテスターが実行されている場合もあります。イーサのバリデータの50万という数字には、このアテスターの数字数だとされています。定義を統一した場合、バリデータの数はだいたいカルダノ3200、イーサ9000となり、ります。では最後に、中本係数を見てみましょう。中本係数はそのブロックチェーンに 51% を攻撃を仕掛けるために最小で何人の共謀者が必要かを示す数字で、チェーンの分散性を示す数字の一つとされています。こちらはカルダノ24、イーサ3となっていますと。
つまりノード数ではイーサの3倍の多さですが、ネットワーク実態の分散性はカルダノが8倍高いと言います。以上からカルダノの分散化が非常に高度だと分かります。分散化に近道はありません。コミュニティでも分散化の重要性を共有し、カルダノの価値をより高めていきましょうということでね、はい、まあ、報酬があるので、分かっている人はね、委任してやってますけど、イーサリアムは、まあ、今いろんな、ね、デメリットを呼んできたので、まあ、比べれば、ね、カルダノと、まあ、我々というか、ね、私も、まあ、読めば分かるし、これ聞いてくださっている方も、ね、ほとんど、まあ、カルダノのマキシマリストみたいな感じだと思うんですよね、はい、だけどそうじゃない人になかなかこれは、ね、知ってもらう機会がないというふうな状況なので、こうやって、ね、非常に分かりやすく整理してくれるとありがたいなと思いますね。だからこれを見てまたね、初めて僕もここで初めて知ったさっきの言葉、はい、このアテスターってやつですね、はい、とか、まあ、そういうところもね少しずつ補いながら人に説明できるようになっていければいいなと思ってます、はい、インプットアウトプットですね、はい、スコット・メルカーと IO コマーシャルのチーフオフィサーであるジェリーさんの会話を聞いて、なぜブロックチェーンが文明を変えるテクノロジーなのか、なぜブロックチェーンの学習に1万時間を費やす必要があるのかを聞いてくださいと、はい、これはですねちょっと長いので30分ぐらいの動画なんでね、ちょっと全部見てはいけないんですけど、右の方が IOHK の方ですね、はい、でここにねの出てますけど、You should put 1万時間、to learn ということで、ブロックチェーンですね、ブロックチェーンの勉強のために1万時間を費やせということですね、はい、でこの方が、まあ、そのためにというか、この方は一応そのコマーシャル担当、なんだけど、コマーシャルオフィサーか、コマーシャルオフィサーなんだけど、それを知るためにね、そのぐらいは、勉強しないと、今本当に玉石混交な状態で、で、それをね、知ることも大事し、それを、見分ける、見定めるっていうのも大事だし、なんか地球の、その、なんだろう、地球がこうずっと地球の歴史の中で、まあ、人類なりなんかいろんなものが進化してきたの今そういう過程にいるんだみたいな話をしてますね、はい、なのでその中で、カルダノが、ね、いいんだって分かるためには1万時間いるということみたいです、はい、CZ さんがね日本にいるあるいはいたみたいですね、はい、でこんな感じでなんかどこかの、ね、農場みたいなところにいたみたいですけど、はい、こちらにね、アジアで、頑張ってますよみたいな話が出ているのでちょっと見てみます、過去3週間にわたりバイナンスはシンガポール、マレーシア、タイの法執行機関と協力して捜査官や検察官に実践的な仮想通貨トレーニングとワークショップを提供しましたということですね、はい、でさらに、タイのアンチマネーロンダリングオフィスと共同で提供される2日間のトレーニングを含み暗号通貨の基礎に対処し、続いて実践的な調査手法、ケーススタディ、犯罪捜査における暗号取引所の役割を説明しますということで、はい、これもう日本から外れてるのかな、はい、とにかくね東南アジアの方とこうやっていろいろ話して、で日本もね来たということみたいですよ。次、コインテレグラフ、インドネシアの中央銀行がデジタルルピア開発に向けた具体的な計画を発表と、はい、インドネシア中央銀行のペリー総裁は、さまざまなデジタル経済、金融取引のための中央銀行デジタル通貨 CBDC を立ち上げる計画の進展を発表した。12月5日の年次総会の講演で、ワルジオ総裁はデジタルルピアの概念設計と詳細を発表し、この問題をパブリックコメントに開放する予定だと明らかにした。同総裁によると、インドネシア中央銀行は関係者との協議の結果、デジタルルピアを他国の中央銀行と相互接続、相互運用することを意図しているとのことだ。CBDC の構想はプロジェクトガルダと呼ばれ、発行、償還、銀行資金、交換資金移動のユースケースのためのホールセール用のデジタルルピアの立ち上げに始まり、金融オペレーションと金融市場の発展が続く。プロジェクトのホワイトペーパーによると、第3フェーズではデジタルルピアのホールセールとリテールのユーザー間エンドツーエンドの取引に取り組むとされていると。はい、デジタルルピアの発展には国内外のコラボレーションとシナジーが欠かせないと述べていると。
ということですね。はい、やっぱり日本よりね、こういう遅れていた国がね、本気になるとあっという間になんか抜かれちゃいそうな感じですね。では値段に戻りまして 43.36 円ですね。はい、14,012.9×43.36 で元本が10万円ですので、計算しますと507,599円のプラスということになりまして、はい、507.6% のプラスということですね。はい、今日もご視聴いただきましてありがとうございます。失礼いたします。